そうなんですよね私ものすごくもともとお笑いが大好きで特に吉本が大好きであのライブであるとかそれからあの劇場にも通ってでそれからライターとしてもあのルミネの楽屋で、えー、とインタビューをしてそれを記事にするとか、えー、そういうこともしてきたぐらいあの好きだったんですね。だけれども私の周りのやっぱりお笑いファンで何だったら世代が近いような人たちの中であのそういう類いの,の芸人さんの パーティーに呼ばれてで怖い思いをしたという。やっぱり人は何人かいるんですよ。それをその自分の中の世代体験としてやっぱ持ってきたので、あのお笑いの。その同じ世代がこう育ってくるのと同様に、これは彼らのその遊びの習慣としてあるなっていうのはなんとなく思ってたんですね。なので、年末のあの週刊文春の一方があった時、私はあもうこれで多分ちょっと時代が変わるなって思ったんです。なぜならば私にとってはあの記事はとても信憑性があったから。 体験とっていうのはありますよ、うん ね。そしてやっぱり公正に裁判の場でってまあ我々本当に今の時代だからそういうふうに感じることができるんですけれども8年前のあの状況ででしかもその報道によればあの会場に行った時にすぐにもう携帯はやめておいてやって言って携帯をこう全員に全員預かられてしまってそしてそういう証拠を残すことができないで残っているのはただあのありがとうございましたって言ったようなあのラインのやり取りのみという状態でですね公正なその裁判になるものが果たしてどこまでできるんだろうっていうのは ちょっと疑問だったりしますまさにそう裁判の争点がそこにどこになるのかのかっていうところも一つ注目されますけども最後にどうですかうーん、まあワイドナショーのどの収録の回に来るかわからないですけど僕はまあもしね来られることがあったらえっと僕は X でもポストしましたけど、YouTube で誰にも編集されない状況のものを生で配信して、うん、でアーカイブをしっかり残すっていうことの方が、うん、あが、松本さんの思いがきちんと伝わるんじゃないかなっていうのは伝えたいなとは思いますけど、ねうんうん、ここまで松本久志さんの活動休止についてお伝えしました。